明日から抗がん剤を使った化学療法に入ります。ワク君の支えになってあげてください。大丈夫だからな。誰かに頼るだけの人生じゃ今までと何にも変わらないでしょ。笑ってあげてください。ワク君にも笑顔が戻ります。俺が笑った、そんなつまんないことで。あいつは本当に楽しそうに笑うんです。移動させてください。そうすれば毎晩あいつが寝るまでそばにいてやれる。墨田区の事件、容疑者逮捕、一面トップ決まりだな。いや、政治部が追っている収賄のネタ来たらでかいぞ。警視庁キャップの沢本だもん。なんで本社にいるんだ。移動だって。え、移動。あれじゃん、ほら、部下の自殺未遂、その責任。それで移動になるかね。課長。あ、はい、できました。失礼してよろしいですか。ああ、はい、お疲れ様でした。太陽くんがやるから。二人ともプレイルーム行っといで。あ、パパ、プレイルーム行ってくるね。バックン、今日は体調が良くてご飯全部食べられました。お昼の後は本を読んで過ごして。あ、バックンって動物博士なんですね。すごく詳しくてびっくりしました。なかなかいないですよ、小学1年生でひまわり文庫の動物シリーズ全巻読んだなんて。あ、何度読んでもいい本なんで。あの、私プレイルームにいますので何かあったら。あ、はい。友達がいます。友達とは秘密の遊びをします。君たちさ、エコってわかる？エコ、無駄遣いしないってこと。一緒に怒られます。出来上がるまで見せる。出来上がるまで見せる。たまに対決をします。明日になれば楽になるぞ。俺いつもそうだもん。たまに元気をもらいます。マルクはやっぱり毎回すごく嫌がって。 CLS の河野さんに相談してみたら。でも僕はパパの友達を知りません。パパは困った時誰に相談するんだろう。泣きたい時誰にそばにいてもらうんだろう。
パパには友達がいません。だからパパはいつも一人ぼっちです。大ちゃん甘えん坊なのワックにバレちゃった。違うよ、俺は赤ちゃんと喋ってただけだよ。そうなんだ、初めて知った。ワックもおしゃべりしてみる。赤ちゃん動くかもしれないよ。ワックン大丈夫？男の子かな女の子かな、どっちだろう、どっちがいい？聞いてみたら、どっちですかって。動くかな？ねえ、お兄ちゃんになるんだよ。楽しみだね。わー、負けたー。もう萌ちゃん強すぎ。お姉ちゃん弱すぎ。ねえ、もう一回。次何しようかな。私いつもここでお弁当食べてるんだ。だからいつでも声かけてね。退屈な時も、いい子にしてるのが辛くなっちゃった時も。これよかったら。いつもコーヒーですね。たまにはビタミンも取らないと。ああ、ごめんなさい、おせっかいでした。あ、いえ、いただきます。私も混乱ばかりでしたよ、最初は。あの子のために何をしたらいいのか何も分からなくて、自分を責めて神様を責めて、どうしてうちの子がって、そればかり。でもね、脱走魔でしょあの子。病院の庭で探してきてくれたんです、ママにって。何やってるのって叱りながら、私なんだかおかしくなっちゃって。この子はこうして病院にいても毎日を楽しんでるのに、母親の私は何をしてるんだろうって、開き直っちゃいました。今この瞬間にあの子を笑顔にさせることだけ考えようって。宝物やっと完成。いらない。見ろってば、見ろってば。いらない。何するんだよ、せっかく見せてやろうと思ったのに。あっそ、じゃあいいよ。ワークのバーカ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 。
ですよ。太陽くん、朝ですよ。どうした？この番組はおはようからお休みまで暮らしに夢を広げるライオン、元気になってお綿棒しトヨタと抱かせてあげてください。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。二度と嘘はつかない男同士の約束だ。手を振ってくれたんだよ。今度はもっと大きいパズル買ってきて。大きいパズル？だってもっと大きい恐竜を見せたら太陽くんもっと元気になるでしょ。じゃああれはどうだ、ほらあの強いさ、ティラノサウルス。うん、じゃあ今度はそれにすっか。約束ね。よし。じゃあトンボでフォーツーアディションでズブウィメッセボク。すごいよな天宮さん、日本未上陸のジョセフィーヌ・ベンデルたった3ヶ月で口説き落としちゃうんだから。受水だこ。ポスターのデザイン打ち合わせなんですが、急なお願いで申し訳ありません。あ、はい、ありがとうございます。はい、じゃああのまた改めてご連絡いたします。はい、失礼いたします。さあそろそろ終わりにしましょうか。さよなら。あ、葵ちゃん、わっくん元気かな。わっくん、うん、だってずっと教室お休みしてるんでしょ。学校もお休みしてるの。え、わっくん入院してるの。
パパ？ん？太陽くんにティラノサウルスのパズル作るねって言ってきていい？あとにしなさい。なんで？具合悪い時だったら困るだろう。あ、太陽くんママに聞いてくる。ワク、ワク。お世話になりました。わっくん、太陽がね、わっくんにプレゼントだって。太陽くんは？退院したの。急に退院したせいでワックにさよならも言えなかったから、ごめんねって伝えてって頼まれた。太陽くん、病気が治ったの？そう、治ったの。だからワックも丸山先生の言うことよく聞いて元気になって退院するの。太陽くんみたいに？そう、元気になるの。何があっても元気になって。それでパパのこと喜ばせてあげて。病気が治ったの？ああ、そうみたいだね。もう病院には来ないの？病気は治ったから仕方ないな。
すみなさい。手伝いますね。あー、この本。太陽くん大好きなんですよね。こんな時でもあなたが笑顔なのね。気持ち悪いのか。薬は効いてるみたいだけど、もう食べられないか。何見てるんだ。アメンボ探してる。アメンボ？ここから？ワク目がいいね。晴れたらアメンボはどこ行くんだろう。晴れたら？雨が止んで水たまりがなくなったらアメンボはどうするんだろう。そうだな、どうすんだろうな。アメンボは消えちゃうの？死んじゃうの？アメンボは死んだらどこ行くの？ワックン、ここ数日よく眠れていないみたいですし、食事もほとんど取れていませんね。ええ、薬の副作用もありますが、太陽君のこと気に病んでるんではないでしょうか。と申しますと。僕から伝えましょうか、本当のこと。いえ、結構です。このまま嘘をつき続けるんですか。時には必要な嘘もあります。あんなに元気にしていた子がこんな風に突然亡くなってしまうなんて、息子にどう伝えろと言うんですか。自分と同じ病気の子供です。ワク君とは状況が違います。それでも本当のこと知ったらきっと大きなショックを受ける。太陽君のお母さんがついてくれた嘘を信じて、それでこのままゆっくり忘れていければ。全部なかったことにするんですか。サモさん、嘘はつらいです。一度嘘がバレると二度と信じてもらえなくなる。
すいません。はい。沢本和久君の病室はどちらでしょう。あの、失礼ですが、東京美大の雪村といいます。あの、和久君の絵の先生をしてました。申し訳ありません。基本的にご家族以外の面会はお断りしてるんです。和久君、レントゲン取ったら今日の検査おしまいな。パズル始めたのか。ご飯ちゃんと食べなきゃダメだろう。おかゆならちょっとは食べられるんじゃないか。パパ。ん？太陽くんがお見舞いに来たらパズル見せられる？そうだな。太陽くん退院したばっかりで忙しいんじゃないかな。あ、300ピース難しそうだな。よし、父さんも一緒にやろうね。うん、ここかな。うん、よし。違う、ここじゃない。よし、じゃここかな。ほらね。違う、そこじゃない。よし、じゃあこれはな、ここだ。難しいな。そんなに怒んなよ。父さん一生懸命やってんだから。パパなんかと遊ばない。大丈夫ですか。あの、もし私でお役に立てることがありましたら。いえ、大丈夫です。ただの休憩中です。お気になさらないでください。独り言ですけど、アメリカの勉強ではこう教わりました。人の死は忌むべきものではないから、子供にも友達の死をきちんと伝えて、お別れをさせてあげるべきだって。それってきっと悲しい時は泣いていいってことだと思うんです。我慢は癖になりますからね。悲しいことも辛いことも一人で我慢してると風船みたいにどんどん膨らんじゃうから。
破裂しちゃう前に空気を抜いてくれる人が必要なんだと思います。安心して気持ちをこぼせる誰かが。ちゃんと泣かせてあげてください。独り言でした。キャップ。バカなことをしたと思ってます。お前を追い詰めたのは俺だ。キャップのせいじゃありません。いつも自分の声に追いかけられていました。お前はダメなやつだ、最低なやつだ、結果を出せないんだから生きている価値もない、自分を貶める言葉ばっかり浮かんで、結局追い詰めたのは俺自身なんです。小島、俺がちゃんと見ているべきだった。俺はお前の気持ちを少しも見ようとしなかった。俺がちゃんとお前の声を聞いてやるべきだった。すまなかった。どうかお体だけはお大事に。
ワク、今日どうだった？気持ち悪くならなかったか？ワク、父さんワクに大事な話がある。太陽君のことだ。とても残念だけど、太陽君は亡くなった。太陽君死んだの？ああ、死んだらどこ行くの？死んだら消えちゃうの？父さんにもわからない。空の上に行くという人もいる。星になるという人もいる。でも本当のところは父さんにもわからない。でもな、ワク、一つだけちゃんとわかることがある。消えたりなんかしない。一緒に遊んだ子供、いたずらして看護師さんに怒られたこと、脱走して赤ちゃんを見に行ったこと、お前が辛い時太陽君が背中をさすってくれたこと、太陽君が手を振ってくれたこと、消えない。離れ離れになってもお前と太陽君が友達だったってことは絶対に消えない。嘘ついたりして、約束する。二度と嘘はつかない。男同士の約束だ。悲しい時は悲しいって言っていい。辛い時は辛い顔をしなさい。俺のブログ見せてくれるって言ったのに、
わくん、いらないって。太陽君にごめんねって言いたかった。お願い、枠に合わせて。今さら何を言ってる。お出かけできるの？パパと二人で遠足。子供は母親に会いたいものですか？自分を捨てた母親でも。こだわってるのは枠のためですか？それとも自分自身。母さんに会いたいか。枠。この番組はおはようからお休みまで暮らしに夢を広げるライオン。やっぱりかなわないな。お父さんトヨタとパパ大好き。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。順調でしたが、残念ながら。ワックンの病気は。グッドライフをもう一度見たいあなたにお知らせです。パソコンや携帯電話でいつでもどこでもご覧いただけます。詳しくは番組ホームページまで。